バンタム級に続いて2階級制覇を狙います。左のストレートが当たった、ちょっと腰を落とした。辰吉そのかわさがアウト。おっと左のフック、後線に転じました。ダニエル・サラゴサ、これは一転して、一転してというよりも予想をはるかに超える